あ、いたいた。こんにちは。調子はどう？ちょっとお願いしたいことがあってね。探してたの。実はまた未踏破の遺跡を見つけてね。すっごいお宝が眠ってそうなやつ。すぐ入ってもよかったんだけど、トレジャーハンターとしての勘がささやいたの。一人では行くなって。でもほら、初めて入るダンジョンだとどんな人が向いているかなんてわからないじゃない。そこで私は考えました。あの人なら腕も立つし気も回るし、何よりもリアルラックは折り紙付き、トレジャーハントで一攫千金ってことで。どう？一緒に行かない？わあ、ありがとう。じゃあ準備したら早速行こうか。どんなお宝か楽しみだね。このダンジョンもそろそろ最深部ね。うん、あの扉の奥がそれっぽいかな。この調子ならもうすぐお宝と。ストップ、動かないで。トラップがある。センサーと銃の組み合わせね。センサーの無力化は大変そうだから、銃の方を何とかしましょうか。ここから狙って。うん、壊せたわ。もう動いて大丈夫よ。え、いや、大したことないよ。そうかな。こう見えても私結構修羅場をくぐってるしね。でも、うん、落ち着いて対処できたのも仲間がいるって安心感があるからだし、こういうのってやっぱりみんなの力かなって思うよ。さ、扉を開けてみよう。多分これが最後の部屋だよ。あ、ボックスと、なんだろうあれ、マネキンかな。動き出した。姿も変わってく。あれは、私？どうしてここに。そんな、いや、またそうだよね、あれは私じゃない。私はもう逃げたりなんかしない。かっこ悪いところ見られちゃったね。ありがとう。でもまだ足が震えてる。お願い、ちょっとだけ寄りかからせて。あんなところ見られちゃったし、あなたにはちゃんと話しておこうかな。私ね、別の VRMMO でもあんな風に私と戦ったことがあるんだ。その時はどうしても死ねない理由があったから、もう無我夢中で戦って戦って、気がついたらその私の姿は消えてた。代わりにステータスが PK したことを示すものになってたの。まるで本当に私を殺してしまったみたいで怖くて、それ以上に自分のためにPK をした私のこともすごく怖かった。その後みんなに助けてもらってなんとか立ち直れたと思ってたんだけど、まだやっぱり怖い。でも怖いけど、さっき気づけたの。私はもうあの時の私じゃないんだって気づけたのは、あなたが声をかけてくれたから。だからすごく怖かったけど、すごく嬉しい。今日は本当にいろいろありがとう。また一緒に冒険できると嬉しいな。さ、戻ろっか。帰るまでは遠足って言うしね。では疲れないんじゃないかって。確かに肉体的には疲れてないはずだけど、やっぱり頭は働かせてるし、集中してたら疲れた気分にもなるでしょ。
君が疲れてないってことは、まだ頑張り足りないってことじゃないかな。嘘だよ。君が誰よりも頑張ってるのは、私も近くで見て知ってるから。今日もすごかったよね。よくあんな攻略法を見つけられたね。驚いちゃったよ。あの、洞窟の谷底にあったトレジャーボックスの取り方のことだよ。普通、あんな方法で取ったりしないでしょ？へえ、レイちゃんと一緒に考えたんだ。私も今度使ってみよっと。メモメモ。ああ、なんか今日のこと思い出してたら、また宝探しに出かけたくなっちゃったよ。トレジャーハンターとしての血が騒ぐってやつかな。あ、しまった。こんなことしてたら全然休まらないよね。はーい、今はしっかり休むことにするよ。お疲れ様。あれ？もしかして元気ないの？そっか。調子が悪いならログアウトした方がいいんじゃない？こっちの世界の方が落ち着く？君も大概だよね。この前とは逆だね。前は私の方が疲れたって言ってたからさ。でも君と会話しているうちにだんだん元気が出てきて、宝探しに行きたいってテンション上がっちゃったんだよね、確か。そうだな。あ、じゃあこのアロマを焚いてみようか。心身を落ち着かせる香りがするんだって。この前偶然見つけたんだよ。かなりレアみたい。香りって脳で感じるものだから、きっと現実世界の君にもいい影響があると思うんだ。これをこうしてっと。仮想世界はアロマを焚くのも楽でいいよね。どう？リラックスできた？そっか、それは良かったよ。確かにいい香りだね。私もなんだか眠たくなってきちゃった。恥ずかしいよ。今日は元気かな？前みたいに疲れたりしてない？え？疲れてはいないけど、あのアロマの香りはすごく良かった？わかったよ。じゃあ今日も使ってあげるね。はい、アロマを焚いたよ。貴重品なんだからありがたく香りを味わってね。味わうっていうのもちょっと変かな。なんかこうしていい香りに包まれて静かに明かりを見てると、すごく穏やかな気持ちになるね。え？むしろドキドキする？私の顔を見てたら？ちょっとやめてよ。いきなり何を言い出すの？恥ずかしいよ。このアロマには興奮させる成分なんて入ってません。現に私はこうして落ち着いて、やっぱりドキドキするんですけど。でもこんな気持ちになれるのはきっとそばに君がいるから。あ、ごめん、今のは何でもないから気にしないで。で、なんだ、君もう寝ちゃってるの？さっきまで起きてたのにぐっすり。よっぽどこの香りが気に入ったのかな。それとも私が一緒にいるから安心してくれたのかな。かわいい寝顔、しばらく見させてもらおうかな。